バーマンは、ミャンマー周辺原産と考えられている猫の一種である。バーマンの背中には、ゴールデンミストと呼ばれる金色がかった淡い、クリーム色の毛が生えており、足、尻尾、顔、耳には、深い焦げ茶色や淡いグレートを基調とする毛が生えている、ポイントカラーの猫である。体型は、胴体が、長くがっちり型で、胴体とバランスの取れた獅子と、 特徴的な頭部には、ローマ人のような鼻と青くまん丸な目を持っている。バーマンは、他の多くの種類の猫とは異なり前足に、グローブと呼ばれる、純白の手、後足に、レースと呼ばれる、純白の足を持っている。体毛はシルキーなシングルコートで、ダブルコートのペルシャ猫などよりも短く、毛玉もできにくい。バーマンの起源は、ミャンマー西部であると考えられており、 古代タイの文書には、バーマンと思われる猫の存在が記録されている。バーマンが初めて欧米に入ってきたのは1916年で、あり、一匹のオスのバーマンと一匹のメスのバーマンが、フランスに輸入されたが、二匹のバーマンの入手経路については二つの有力な説がある。一つは、カンボジアのクメール族の生殖者が、 メジャーゴードン・ラッセルとオーガスト・パビという二人のイギリス人に対して二匹のバーマンを贈呈したという説。もう一つは、ラオスの寺院の使用人が、その寺院で神聖なる猫として飼育されていた二匹の猫をバンダービルトというアメリカ人に対して贈呈したという説である。フランスに運ばれた二匹のバーマンのうち、オスのバーマンは輸送中に死亡した。 しかし、メスのバーマンは妊娠しており、フランスで一匹のバーマンを出産した。フランスは、バーマンの繁殖プログラムの基礎を構築し、1925年に、フランスはバーマンを、猫の種類として承認した。しかし、第二次世界大戦によってバーマンは絶滅の縁に立たされ、終戦時にはわずかに2匹のバーマンだけが生き残った。その後、 こと経口配を繰り返すことによって、絶滅の危機を逃れたバーマンは、1965年に、イギリスの愛病協会で正式に猫の種類として、承認され、1966年には、アメリカの愛病協会でも承認された。実際には、現代の西洋で飼育されているバーマンは、シャムやペルシャとの根血であり、ミャンマーで生息していた白いミトンを持つ猫とは大きく、 異なる。聖職者と関連付けられて語られることから、想像できるように、恩和で物静か。人見知りしやすいものの、慣れると飼い主に迷惑をかけるようなことは、あまりしない知性を備えている。日本と世界の猫のカタログ 96ISBN44 億1 5 4万829ページ。30、バーマン。ありがとうございます。